続いてのファイナリストは未知数の初心者ボーカリスト中谷雄心19歳。おはようございます。おはようございますか。こんばんは。こんばんは。彼のサウンドプロデューサーは一体誰なのか。もう正直誰でもありがたいので、なんかそんな誰がいいとか誰が嫌とかはないですけど。何回ノックした方がいいですか。え、何回ノックがいいですか。そこにいたのは、おはようございます。音楽プロデューサー本間明光。あの雄心の担当は私がやることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お世話になります。いやもう光栄です。大阪府出身と同じですし、なんとなく大阪の人になるかなって思ってます。優勝を目指すしかないんだからね。はい、僕はいつもそうですけど、分かってるでしょ、スポーツマンだから。はい、それでいきましょう。はい、はい。これまで大学推薦の声がかかるほどテニスに明け暮れてきた中谷、歌に関しては自他ともに認める初心者。しかしその歌声は、強がる肩を掴んでバカだなって叱って、優しくキスをして、嘘だよって抱きしめて、私をどこか連れて行って、フェスフェスフェス、夏は扉を開けて。これまでの審査でサウンドプロデューサー本間の評価は、場によって成長する一番そのタイプかなと思うんですよね。今までのポテンシャルをはるかに上回るものが出てきそうな予感を感じさせてもらえる。決勝ラウンドの2回戦に来ておいて、まだちょっとなんかテストランしてるような感じがしちゃったんですよ。次同じような感じの掘り下げなささで中途半端な感じでやってたら、はい、それはもうその先はやっぱないと思うので。厳しくも温かい言葉で見守ってきた。歌声的にはどうでした。太いですよ、声が太くて、でだけどもうなんか出たとこ勝負で歌ってるんで今は、もうそれを直さないと。早速お互い持ち寄った候補曲からフィナーレで歌う曲を探す。ここでちょっと歌い出しだけ、はい、まずはマイクを通さず生の声を聞き、 I love you 今だけは決まる、曲と歌声の相性をじっくり見極める。なるほどね、いろいろ傾向がある。すると本間は、さらに一応下げてさ、 D にして、これ下げよう、下げ3つ下げてみて。ベースになるキーを低めに設定。低い方がいいんだよね。そうですね、うん、やっぱ高いのが、あのなんか出てもしまりげー。そうだからやっぱりさ、そのずっと見てきて思ったのが、やっぱり低いとこなんだよな、いいのは。自分が気持ち上行って気持ちいいとかっていうよりも、聴いてて気持ちいいところにこう合わせていきたいんだよ。とりあえず私があなたのそばにいる。曲の方向性が決まると、もしかして思いっきり歌ったら、そのもう一個下の方が地声でいいかもしれないんで。ああ、なるほどね。あのもうそのままっていうのも試してみていいですか。うまく歌うし。ああ、うん、うん。はい。中谷も積極的に提案。ちょっとマイクで歌ってみよう。はい。初めてのブース。声出してみて。ああ。もうちょっと、もうちょっと歌い手らしく。声出してみる。はい。ああ。
数ある曲の中で、計14曲を歌い、この日は終了。何にしてもね、あのキーが決まったので、これカラオケ渡すから、はい、あの1週間ぐらいでちょっと全部ちゃんと歌えるように、はい、バッチリしてきて、バッチリ。1週間後、はい、どんどん行こう。はい、この日はいよいよフィナーレへ向けて曲を絞り込んでいく。もういいな。どの曲も期待以上の仕上がり、本間も頭を悩ませる。勝っていく前提でなんかお話になっちゃうんですけど、バンって最初掴んだらそのままいけそうな気がします。で最初でこうバッて掴みたいです。サボテンの花はいいと思いました。はい、これが迷うのはどっちか。でもサボテンの葉の方が毎回聴いておっと思うから。他の曲も気になり迷う中谷、選んだのはサボテンの花1曲目で、大事なフィナーレ1曲目はサボテンの花に決定。よし、これで優勝だ。そうですね、優勝ですね。数日後、中谷が向かったのは、今日はスタジオに来て、人生初めてのここで、iPod のつまみのでここで調節していただいて。初心者多い目じゃなかったんですけど、最初はこんなステージに来て、中谷くんは全く経験がないのにすごいって言われるような舞台じゃなくなってきたんで、負い目というかそれを感じさせちゃダメだなと思います。大舞台を前に一歩ずつ階段を上る中谷。スタジオじゃなく河原で歌ってみようでいいです。アドバイス片っ端から。アドバイスをもとに不器用ながら練習を重ねる日々。なんか理由なくてもいいんで、こうジーン心に響くような歌が歌えたら。中谷はフィナーレでどんな歌声を響かせるのか。半年間の戦いを勝ち抜いた5名、頂点に立つのは誰か。5名の中から優勝者が決まる。